ごきげんよう、お詫びはございます。うちのあのずっと万年赤字会社の国立ファームが、数年前から、焼き芋プロジェクトを、立ち上げておりまして、そこそこの評判になってきてるんですが、なかなか通販で売れないっていう部分があって、2万人超えた、登録者がいらっしゃるんだったら多少の宣伝になるかもしれないから、ちょっと宣伝を乗っけさせてくれないかっていうお願いをされてしまいましたもんで、頭でこの後あのうちの焼き芋の CM が流れますが、1回だけ見ていただけると、でもしも興味を持っていただいたら、あの注文していただけると、国立ファームも少し赤字が減るかなと、大変私のことで勝手で申し訳ないんですが、ちょっとお付き合いください。よろしくお願いいたします。茨城の豊かな大地で育まれた糖度が高いさつまいも、紅はるか。それを桜島溶岩石で丁寧に焼きます。そしてミネラル分が豊富なフランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩水にくぐらせて焼く二度焼きにより、中と皮までほのかな塩味を染み込ませます。これによりねっとりとした高糖度のお芋にほのかな塩気がベストマッチし、焼き芋の概念を覆す衝撃の食感と甘さを持つ塩焼き芋が誕生しました。ご購入の際は検索サイトにて農家の台所通販、または農家の台所ウェブショップを検索。農家の台所通販サイトでお買い求めください。その人が他の別件で逮捕されてですね、はい、で私お金をその預けてた部分を、ね、で持ってかれて、ね、裁判で勝ったんですけど、はい、取り返せないっていう形で、はいはい、踏んだり蹴ったりなんだ、はいはい、40今、6でしたっけ、はい、まだまだですね全然、はい、俺47の時に国立ファーム始めて、はい、で10年間で15億失ってあんだけパワーよくあったなとっていう部分においては、もう全然まだパワーありますよねと、はい、ただ流れが悪いだけですよね。要は他人に一番重要な心臓を握りたくないっていう、そうでなければ一人や二人辞めてもいいって仕組み作るしかないですよね、はい、でそこで裏切るとかいうレベルじゃないですね。あの自分の能力に自信があるんだったら思いっきり低いところ、それこそ雇ってくれるんだったらどこでも行きます。要は全てどういうところで働きたいとかどういう待遇で働きたいは全部自分の、 あの希望なんですよ。悪い時って希望を言わないといいっすよと流されるって、これがね俺はねもがいてた時には溺れそうになったんだけど、えい殺せって力抜いたらふわーっと浮いて息ができるようになったわっていう、あの感覚は未だに忘れないんですか。自分で分かんないんですよ。もう金の資金繰りもしなきゃいけない、今月このお金が必要になる。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何か長くなる話っぽいんですが、はい、とりあえず貸していただけますか。はい、私、経営者を今9年やってるんですけど、はい、おいくつですか。46です。46歳。はい、で、ちょっと人との運があまり、はい、ないのかなというような状況で、はいはい、飲食業を 3店舗目やってた時なんですけど、3店やってたってことですか。延べ 3店なんですけど、はいはいはい、でそれで、7年ぐらいやってた時にですね、はい、そこの、従業員を引き抜かれてしまいまして、はい、でそれでいきなりこう引き抜かれたので、はい、引き継ぎ期間もなく、はい、でそのタイミングが私とその飲食業の部分で、料理長をやってた人間しかいなくて、はい、次、引き抜かれた、その翌朝にもう一人、はい、面接が来て、はい、やっと3人で回せるっていうタイミングだったんですね、はい、でその時に、まあ、引き抜かれて、はい、引き継ぎもなく、はい、もう店も、まあ、新しく来た人間を面接することはできたんですけど、はい、いきなりこう
まあ、サブというか2番手で、はい、やる予定だった人間がいきなり一番最初からこう、はい、責任ある仕事に就かなきゃいけないということで、はい、ちょっとすぐ即答できないという形で、はい、2週間ぐらい占める形になって、その時は料理長で、はい、あの客単価いかがぐらいの店ですか。6000ちょっと。ああ、じゃあちゃんとした料理出さしてみない店だ。ですね、いや1000円とかだったら、はい、あの別に料理人が変わっても平気なんだけど、はい、6000円っていうと、はい、その人の料理で客が来るよね。そうですね、はい、でカウンターをメインにしているので、はい、料理人が変わってしまうっていうのは結構大きな部分で、はいはい、私が人を取るセンス、まあ、採用するセンスがないって言えばもうそれまでなんですけど、はいはい、どうしてもちょっと飲食業でこう駅と駅の間ということでなかなかこう人の採用が難しいエリアだったので、はいはいはい、もうあの来るものを拒まず育てるっていうことしかできないような状況だったので、はいはい、なんでその要はご自身鈴木さんは料理できないわけですよね。私は料理できるんです。あ、できるんですか。はい、じゃあだって店回せたじゃないですか。ただ、1店舗目2店舗目は私がやってきたんですけど、はい、3店舗目は、はい、あの多角経営していこうと、はいはい、まあ、2店舗3店舗作ろうと思ったので、はい、私はちょっと料理人を育てて、はい、ホールをやるという形でやってまして、はい、でその、まあ、集客業者でに、頼んでこう予約を組んでったところのコースなんですけど、はいはい、それはもう料理長に任してた部分があって、はい、もう作れるんです。そこの部分は私のあまり得意じゃないもので組んでしまう。はあ、でもいやいやあのメニュー変わりましたってやれそうだってはするますけどね、料理できるなら。はい、ただその時に、ホールもいないような状況で私一人になってしまったので。奥様が手伝いに来るとそういうのできないんですか。あ、私あのプロの独身で。独身ですか。はい、一回も結婚したことがないので、はい、誰か代わりにピンチヒッターで呼べませんでした。その時は呼べなかったです。はい、でその後ですね、はい、まあ、そこのメイン事業を撤退しまして、はい、私個人で、はい、個人力で何か仕事できないかなといったところで、はい、まあ、元々筋トレをやってたので、はい、でそれで飲食もやってたということで、はい、まあ、ライズアップのようなダイエットコーチみたいな、はい、あのパーソナルトレーニングを、はい、まあ、運営して自分が、はい、まあ、トレーナーとしてやっていくっていう形で、はい、始めたんですけど、はい、それは何年前ですか。それは2年前。2年前、はい、はい、でそれでその時に、私も最終的にこう赤字決算で前の飲食業を終わる形にはどうしてもなっているので、はいはいはい、あのなかなか物件が借りれないような状況がありまして、はいはい、物件が借りれないというより私、役員報酬として、はい、あの自分の給料を少なく設定してたので、はい、ですので、物件を借りるのはちょっと厳しくなってしまって、はい、そこのところで、まあ、助太刀するよという形の人を不動産屋から紹介してもらって、もともとは知らない人なんですけど、はい、でその人と共同事業みたいな形で始めたんですけど、はい、まあ、その人があの他の別件で逮捕されてですね、はい、で私お金をその預けてた部分を、ね、で持ってかれて、ね、裁判で勝ったんですけど、はい、取り返せないっていう形で、はい、踏んだり蹴ったりなんだ。はい、で今、もう自分がこう、その今は一人でやってるんで、はい、やって引っ越してやってるんですけど、はい、ただもう、運営の部分の回していく事業資金がなくなってしまって、はい、ですから、私ガナリー社長がいろいろこう話されてる、まあ、あの YouTube をあの見させていただいたんですけど、はい、すごいあのためになるなと思ってたんですけど、はい、でその中で金井社長が、いっぱい騙されろみたいなことを、はい、あのおっしゃられてたんですけど、はい、私はもうあのその余裕がない人間なので、はいはい、もう、騙されたら終わってしまうぐらいのもう、そういうぐらいの大きさの仕事しかやってこなかったので、はい、で今じゃあ自分の、運営資金を、こう持ち直すといってもこう昼間に仕事をするぐらいしかないんですけど、はいはい、あの今の部分ですと昼間にこう仕事をしようとしてもですね、はい、私が経営を9年やってきたっていう部分があるので、はいはい、その前営業3社でトップセールスマンとかでやってたんですけど、はいはい、営業職に就こうとしても、はい、
営業9年やってないっていう形で、はい、ブランクと見なされてですね、はい、全然仕事に就けないと、はいはい、ですから昼間働こうにもなかなか働けないというような状況で、はいはい、で今どうしたらいいのかなということで、はいはい、困っておりまして40今、6でしたっけ、はい、まだまだですね全然俺47の時に国立ファーム始めて、はい、で10年間で15億失って今残ってるのは3軒のレストランとそれとぼちぼちとスーパーに卸してる野菜を卸してるっていう事業と焼き芋事業みたいな大した利益出ないんですけどもっていうのが残ってるだけで、まあでも10年間デパ地下に八百屋何軒も出しましたし中食屋も出したりとかレストランも曽我中に出しましたし、まあ、農場も3つとか作りましたし、まあいろんな、まあ金にならなかったんで遊んだなって感覚なんですが、あんだけパワーよくあったなとっていう部分においてはもう全然まだパワーありますよねと、ただ流れが悪いだけですよね。あ、ちなみに言うと一番レストランで儲かってるのが恵比寿にあった店だったんですが、それはまあ旗艦店という形で、まあ、取材も一番入りまして儲かってもいたんですよ。そこを一番最初に潰すんですが、まあしょっちゅう料理人や店長が辞めるもんで、それでまた俺人を探す、もうお前らの雇用機会を俺が作ってやる必要ねえわっつって、俺は別にレストランなんかなくたって生きていけんだっつってムキになりまして、で恵比寿店潰しまして、でその後国立店潰しまして、で大阪の阪急店潰してで今残ってるのが3軒なんですが、それはそこの店長料理長だった人間が、お前らが続けんだったら続ける、お前らが続けないんだったらやめると、ただ何か愛着持って一生懸命で、あとはアドバイスは月に1回いろいろとアドバイスしてあげるんですが、で今彼らにできるだけ安い値段を設定するから、もう1軒ずつもらってくれと、自分で独立してやろうと思ったらば新宿三丁目のお店とか、まあ、家賃300万とかするんですが、銀座の店とか高島屋の店とか、なかなか素人さんが独立で出せる店じゃない、まあ、一軒一軒1億ぐらいかけてますし、でそこで利益も出てる、で回ってるわけなん でそれを自分で回してんだろうと、でお前らにあげるから持ってってくれって言ってんですが、まだ怖いからもうちょっと待ってくださいっていうような状態なんですけども、まあ料理人は信用できないです、はい、ね、それで言うとね、なんで僕 AV 始めたかっていうと、食えなかった時に伊藤さんの下で中華料理店の店長を1年ほどやったんですが、はい、料理人が言うこと聞かないんですよ中国人たちで。で文句言うと調理場で出てけとかやられるんですよ。で客いるからそいつらが出てっちゃったらパニックになるじゃないですか、はい、言うこと聞くしかないわけですよ、はい、すっげえムカつくなと思って、俺が料理できればこんな我慢しなくていいのにと、俺が料理できるって言ったら映像だなと、映像の会社作れば現場でディレクターが俺が何か言ってうるせえとか言ったら俺がつまみ出して俺がそこでまた映像作れるわけですよ。それが僕映像に戻ってきた大きな理由でした、はい、要は他人に一番重要な心臓を握られたくない、そうでなければ一人や二人辞めてもいいって仕組み作るしかないですよね。でそこで裏切るとかいうレベルじゃないですね。料理人は人間じゃないですから、虫ですよ。流れてる料理人、簡単に来てくれるんだけど簡単にいなくなっていく、はい、何なんだろうこの子たちはっていう、逆に言うとあまり腕のない良くない料理人は人間の場合多いです、はい、あ、映像も同じだな。もう優秀な映像制作者はわがまま自分勝手クリエイターなんですね、はい、でそれでうまくいってないと、で就職も決まんないと、うん、ですから今その、授業を変えたところなんですけど、はい、来た人には成果は出してるんですけど、はい、ただそれを広めるだけの広告費とかそういうのが
あ、何の授業ですかそれ。今、まあ、あの先ほど言いましたパーソナルトレーニング。あ、それはできてるんですか。あのお金が入れなかったなんとかだって言ってましたけど。あ、ですが、はい、ただその、ほとんどこう商売的な売り上げがあまり立ってないんですか。立ってないという。できればやめてサラリーマンになりたいんですか。副業、まあ、昼間副業かみたいなあの会社勤めをして、ああでそれで、まあ広告費を作れるようには、ああ なれるのが一番ベストだとは思って。2つはやんない方がいいと思うな。俺結局2個目の会社潰す時に会社を維持するためにバイトに行くって言って朝飯のバイトとか行ったんですが、はい、あのそっち側でちゃんとお金が入るわけですよ、働いた分だけと。働いても金にならないっていう本業の方が嫌になってきちゃいまして、で結局辞める羽目になっていく、はい、だったら最初から辞めちゃった方がいいよねっていう、はい、であの勤め先が見つからないっていう部分で年俸とかそういうのっていうのは希望があるわけですか、最低いくらみたいな。自分のところの、まあ、今事業兼ねてるところに住んでるので、はいはい、まあ、普通より家賃が高いので、はい、そこを引っ越すにしても、はい、店舗借りをしてるので6ヶ月とかの保証が、はい、保証金みたいな、はい、6ヶ月前予告とかしなきゃいけないんですね、タイム、はいはい、ですから、はい、本来でしたら家賃の3倍とか言いますけど、はい、まあ、2倍はないと絶対きついなということで、はいはい、まあ、35ぐらいプラスインセンティブぐらいはないとちょっと厳しいなとは思ってるんですね、はい、ですがなかなかその私がじゃあ35万プラスインセンティブの営業をやったとしたら、はい、多分ぶっちぎりに 4,5 倍ぐらいは売り上げを上げれる自信はあるんですけど、はい、やっぱ年齢であったりとか、はい、そのブランクで、はい、営業は そういった部分ができないだろうとは思ってるんですけど、はい、ただその経営者をやってますからいろんな営業マンが来てるので、はい、いろんな業界の営業マンが来て、はい、そのトークを聞いているので、はい、基本的にできないってことはないと。あの鈴木さんの自己判断でいうと鈴木さんは優秀な仕事人なんですか。仕事に自分で言うのもなんですけど、はい、まあ、仕事自体は成果を上げるっていうのは得意です、はい、ただもう本当に人に裏切られるっていうのがかなり多いので、はいはい、そういった部分の損失が今までの損失、ほぼほぼそのせいにしちゃいけないとは思うんですけど、はい、ただ結局私が、そういった人形と一緒をこう引き入れない限り、はい、あの事業が回っていかないようなぐらいの、まあ、はい、スモールビジネスでやってしまってるから、はいはい、まあ、それが一番の原因だとは思うんですけど、はいはい、個人として何かの仕事をやるっていうことに対しては、はい、ある程度トップレベルに今までは成果を出してきたとは思ってるんですけど、はいはいはい、俺ね仕事に自信を持ったのってマネーの虎に出てあれから1年2年ぐらい経った頃かな。それまで俺はダメ野郎だと思ってたんですよ、はい、そこそこ仕事はできるけど、まあ、総合面でいうと欠点が多すぎるで AV でちょっと当たったぐらいでそんなものはあの何かあのマイナーリーグでちょっと勝ったみたいなぐらいのもんであって全然大したことないで金っていうものに対して その価値観はあんまりないもんでいくら稼いでるなんていうのはあんまりその自分の価値としてはなくてそれよりもはどんなことをして成し遂げてるかっていう部分が価値なんだっていう部分で、もちろん社員たちには虚勢は張りますけども自分自身は大した男じゃないっていう思ってたんですよ。でその頃は非常にうまくいきました。で今思い返すと俺はテレビに出てもいい気になんかならないって言ってたんですよ。他の社長たちバカだからちょっとチヤホヤされたらいい気になってるわと。俺は散々元気が出るテレビっていう番組で素人を持ち上げてチヤホヤしてあの人生狂わしてきたっていう経験してきてるもんでテレビに出たって何にも自分は変わんないわけであってそんなものは何の価値でもないっていう冷静にいたんですが振り返ってみるといい気になってたなと。もっと振り返るとあの頃もうだんだん最後の方は1日3件ぐらい取材あのプレジデントとか日経ビジネスとかそういう一流経済誌とかが来るアイラが来るとか
で、あの連載を5紙持ってて、でテレビは僕はマネーの虎以外は出ると顔が無駄に知れ渡っちゃうんで出たくないと、あとラジオとか OK だよと、ラジオで伊藤の代わりに2時間3時間のパーソナリティやったりとか やらせればできるみたいな部分でやっていくうちに持ち上げられる、ああいい気になってたんだなと。でその結果が何をやったかっていうと、農業改革だって全く経験ないところに突っ込んでいって、じゃあそこで素人なんだからまずその農場を作って、あの人と違ういい野菜を作る、何か成果物を作るっていうことを始める。その時にもしも俺が始めるって言えば人はいくらでも集まってくる、若い子たちは。だから多分いい農場できたと思うんですよ、俺勉強好きだし。なのに俺は優秀だと思ったらしくて、まず流通会社作ろう、まず最初にレストラン作ろう、いい野菜をアピールする場所作ろうと、でいい野菜を提供してくれる農家さん回ろうっつって全国回って、で講演会やったりとかしながらこの農家さんと知り合って見つけていくっていう、まあ言うなれば10の段階のうちの4、4、5から始めようとした、0から始めようとしなかった。何なのかっていうと、時間がかかるっていうことと自分はそこからできるんだっていう自信だったんだろうなと。俺は自信持つと失敗するんだよなと思い起こせば、20代事業部で大儲けして、で人が俺に30で1億出してくれるとか言って事業始めたらすぐ潰れる、あの時も俺自信あったわと。麻布十番におしゃれなオフィス構えて紫色のソフトスーツ着てアウディ乗り回してみたいな、なんてバカ野郎だったんだろうと。ちょっと冷水ぶっかけられて、まあ俺は鼻が伸びると折られるって言い方してるんですが、でもう伸ばさないぞと思ってたんですが、今振り返るとまだ伸びてやがったわと。で言うと、で僕がその一回鼻を折られて立ち直る時に、そのバイトをする、バイトをして、あの時給1500円もらった、いい人が来てくれた、運転手をやったらまたいい人が来てくれたっていうので自信つけていくんですが、あの一回リセット、今35万は必要だっていうのはそれは主観の話であって、ならもう自己破産しても何でもいいから、一回もう楽になってしまって、で能力があるんだったら、俺ねデマンド辞めた時にね1年ぐらいワタミにバイトできていなって言ってて、ワタミの渡辺美樹社長 の理念好きだもんで、あそこにバイトで入ったら何年で本社に呼ばれて本社勤務に変わるか試してみてえわっつってどうだと思うって社員に聞いたら、高橋さん顔バレするからすぐダメですよっつって、なんでこんなとこ来たって言って、まず面接で取んないですよっつって、そうか顔売れると損だなっつって、あの自信があるんで一番底辺から這い上がってくっていうのを試してみたいっていう、で、あの渡辺美樹さんが優秀であるならば、すげえ優秀な社員が、あのパートのお下が入ってきて、それが社員になって、それが店長になって、で一番いい成績上げてるっつって話題になって、あれを本社に呼べって1年でいけねえかなみたいな、まあそんなにいい気になってたんですよ。でいい気になると ステップを2段ずつ飛んでいこうとかするらしいんです。で外れるとひっくり返る、ある意味人に裏切られるっていうのもステップと同じなんですよね。こいつ雇うとこんな風に使えるだろうみたいな、あの使えるって自負。俺はまだお若いんで一回リセットして、でそれこそワタミでバイトする、優秀だって言われる、あのその実績を出すっていうのがすごい僕にとってあのリセットに良かったんですよ。あの絶対で僕 AV も実は弱いもいじめしようと思ってきたんです。ゴールデンやってきた俺からするとあんなやつらに負けるはずないと、まあ来てみたら奥深くてすごい手強かったんですが、来る時は舐めて入ってきたんですよ。なんですがまあ失敗してたもんで、本気で最大限のものを作ろうっていう気持ちでは手は抜きはしなかったんですが、自信があると階段をポンポンポンで飛ぼうとし合うっていう、いや勢いがない時は1段ずつと隣をね3段ずつ歩いてるやつがいると、遅いなとか言われるんですが、
いや、いつかあいつよりもまた前に出れるんだっていう自分の能力に自信があるんだったら思いっきり低いところ、それこそ雇ってくれるんだったらどこでも行きます。要は全てどういうところで働きたいとかどういう待遇で働きたいは全部自分の、希望なんですよ。悪い時って希望言わないといいっすよと流されるっていう、これがね、俺はねもがいてた時には溺れそうになったんだけど、えい殺せって力抜いたらふわーっと浮いて息ができるようになったわっていう、あの感覚は未だに忘れないんですが、自分で分かんないんですよ。もう金の資金繰りもしなきゃいけない、今月このお金が必要になる、アパート代も払わなきゃいけないみたいな、すごくもうイライライってこんな力になっていく で困ってるくせにパチンコ行っちゃうみたいな、ダメなやつだったなっていう、ああいう流れに入るとどんな人間でもダメになっていく。要はいい結果を出す人間っていい環境を選ばないといい結果が出せない。どんないい魚であっても濁流っていうか変なところに入ったら汚れてっちゃうよと。だから一回その楽な泳ぎやすい環境に置いてみると本当にね多分気がつきますよ。あ、楽だわって、日本人でよかったわ、仕事あるわ、飯食えるわと、腹いっぱい食えるわと、まあ23区から出ればいくらでも住める家もあるわと、それ23区から出たらなんとかだとか、とりあえず俺はリセットをお勧めしたいなと。でそこで自分っていう人間が本当にすごいのかどうかを他人に評価させればいいんだと、一番低いところから入っていく。本当にあればそれはだんだん認められれば給料も上がるだろうし、給料後からなりますけども地位は上がっていく。で必要とされる。でそこで何か幹部的な形で雇われるっていうのもあるでしょうし、そこでもう一回挑戦したいっていう時に一番苦手な人を使うっていう。俺も人を使うの本当に下手です。自分ができるもんだから部下もできるだろうって期待しちゃって、能力以上のことをやって結果潰してしまうっていう。それもここの年になってきて少し反省し始めたんですが、昨日ぐらいまではあいつらが悪いんだっていう部分で思ってたんですけども、お会いしてもね覇気感じないし、はい、でこれしょうがないんですよ。俺もそういう顔の時ありましたし、俺ねその会社2個潰した時に鏡見てやばい、顔がやばいって、この顔じゃ無理だわと出ちゃうんですよ。で農業の時ももうバレ回ったんだけど実績が出てこない、だんだん弱気になっちゃうんですよね。と2回目に会った農家に、高橋さん随分しょくれた顔になってる、あいつらまたね忌憚のないこと平気で嫌なんですよ、無礼な連中が多いんで、何か弱気になってんじゃないとか顔に出ちゃうんですよ。ともう一回自分が絶対勝てるってところに入ってって、勝って勢いをつけ直す。その際に日本っていい国で、まあ自己破産というのもありだし、この位置から下がらずに這い上がろうとしている、これを僕はいつも言ってるんだけど、お前ここにいるよと、いやこれ以上下がれませんって言ってるんだけど、いやお前わずか10センチしか浮いてないよと、浮いてないから蹴れないよねと、あとお前10センチ沈んでごらんと、沈むとあなんか地に足がつきましたと、そこからゆっくりかがんでごらんと、はい蹴ってみようっていうこれ以上落ちれませんみたいなっていうのでもがいてたんですよ、はい、一応ね30で何者入りで青年社長って言われて麻布十番で事務所かかまえて社員5人ぐらい取ってみたいなことをやった人間が1500円の朝飯作るバイトに行ってっていう、よくやったなって自分でも思うんですか。何かっていうと必要とされてるってことを感じたかった。でその頃ね四谷に住んでたんですが、四谷の新宿通り歩くと雑居ビルがザーッと並んでんですよ、と看板がバーッと並んでんですよ。すごいな、みんな会社で仕事もらってちゃんとこうやって家賃払って回してるんだっていう、みんな偉いなと思ったんですよ。それからデマンドできてこの本社ビルに移ってきた時に予定機会があって、
見た時にこいつはこんなこじんまりさせることで小さく生きてるのかって思う自分がいたんですこうやって同じ人間でも環境で同じものを見て全く違うことを感じるらしいんですよ。と環境を変えると全く違うものが見えますよ。実はこの同じ東京に住んでても、はい、一回そこを捨ててしまうっていう無責任に思えるかもしれないけど、俺は日本の良くないところはチャレンジして失敗したっていうのは立派なキャリアなのに、それがずっと尾を引いてしまうことによってもう一回のチャレンジができなくなってしまうっていう、その時にきちっと反省すればまた新しいスキルが手に入る時に、俺は自己破産は反対派じゃないんですよね。つまらないカードローンだなんとかだって借金してでならバカやろうと思うんですが、会社やって挑戦してでうまくいかない、次今度人を見るときに見方変わるでしょうし、お若いし経験も積んでらっしゃるし、ただここであるのが一回落ちきるっていう勇気があるかないかで俺人生でやってくれれば5年後にはまあ3年後には多分俺の今言ってる意味が理解できるっていう、もう背景は1年で理解できるって、その悪いなりに現状維持しようっていうのがもっと落ちてっちゃうって。でうまくいかない時人生ってその時にどういう態度を取るか、そこで人生って変わるのかなと。いい時ってみんな立派な大人のふりできるじゃないですか、はい、悪い時にどこまで自分なんかクズでございますって言って素直に人に必要とされることだったら喜んでやらせていただきますみたいなことができれば必ずまた復活できるんだけど、大抵の人間はそこでグレる。俺はこんなに優秀なのに、俺はこんなに頑張ったのに、なんでこの環境のせい、あいつのせい、それでこうなったんだわっていう、いやそこで誰かのせいにして自分を正当化するんだけど、いや一番真ん中にいるのは自分だから、その要因全部作ったの自分だよなと。たらそこのうまいことがいかなかったらば、自分の行動を改めるための放送反省をすれば全部それはまた浄化できるんだけど、それを人のせいにするとせっかくの経験が全部無駄になっちゃうんだよなっていう。でラッキーですよ、俺の持論ですよ、経済力がつくまで結婚しない方がいいって。あれ経済力ないからいろんないざこざが起きて結局別れることになるとか、そうなら子供かわいそうだしと。そこだけは僕すごい慎重だったんです。他は非常にやんちゃなんですが、俺ね選べずに生まれてくる子供のに勝手に産んじゃいけないなって、それうち に選んで入ってきたお前たちなんかどうでもいいのいや俺の生徒もいるかもしれないけど、選んだのお前だろうと、別に拉致した方がいいないもんなと。子供を拉致したようなもんなんで、そいつに俺の子供で生まれてこなかったらよかったって言われたくないなっていう部分で、子供だけは慎重で経済力がつくまでは結婚しないでおこうっていう。で結婚っていうのは子供を作るために俺はするもんだっていうのが俺の方法論なんで、結婚が目的じゃないっていう。そこは私もそう感じた、はい、だから今これで子供がいて奥さんがっていうと、やっぱり最低の収入も必要だし、はい、そんな自己破産とかやってられないんだけども、独り身なんだったら思いっきり落ちれるよねっていう。いや無責任で本当恐縮なんですが、どうするとリセットになるかっていうのを俺の言ったのは極論言ってるんですが、失敗した結果を引きずんない方がいいんだよなと。で今そこにしがみついてるのって小さな自分のプライドかもしれないですよって。無職になっちゃったよっていう、パートに行ってんだよっていう、これね言うと楽になりますよ。聞かれてないのに言うといいです。それを誰かに聞かれて、いやー今なんとかなんとかとかごまかそうとしてるとどんどん自分暗くなってくるんですが、俺ね AV がそれだったんです。マッサージとか行って、お客さんお仕事何なんですかっつって、いや映像関係のとか言ってたわけ。なんかこれ悲しいなと、で突っ込まれてなと思いながら、もう聞かれる前に俺 AV 屋なんだけどさっつって、やらしいことしないから平気だからねみたいな無駄に自分から言うようになった。
それって言われるとなんかあのズキッとくるんで、俺はそんなの全然恥ずかしいと思ってないからっていう、そんなようなので人間って変わるんですよ。で僕が教えられるのはとりあえずうまくいかないときはリセットするっていう、引きずられない、一回ゼロにする、はい、要は事業失敗するってことはマイナスに入ってるんで、ゼロにするとぐっと心が楽になって発想が変わりますよっていうなんですよ。苦しい状態を楽しんでください。はい、どんと独身でよかった。結婚してると楽しんでなんか絶対いられないんで、はい、と将来の夢を捨ててもう少ない安定した給料を取りに行かなきゃいけないんだけど、そうするとそれをするとまた家族のせいだっていうふうに後で思い始めちゃう負のスパイラルが生まれちゃうんで、はい、独身だったらもう一回変えられますよねって。でこの経験は絶対価値のあるもんなんで、いい環境に置いてあげれば必ずお金に変わりますよって。家であの自分の辛い経験談を俺みたいに喋れる練習をするといいかもしれないですね。大したらこれがまたひどいやつですねみたいなで自分がさっと面白く喋ってると自分は楽になっちゃうんですよ。で僕辛いことは必ず語るんです。誰かにひどいやつがいてこんな目であってさっつって、ここに入れてると熟成してっちゃうんですよ。広がっちゃうんです。喋っちゃうと楽なんです。それを楽しげに、お前は辛いんだか楽しんだか分かんねえぞって言わせたら勝ち。もうこれ以上言葉ないです、はい、すいません、はい、何か全然伝わってなくてごめんなさい。はい、とんでもございません。すいませんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。